いやー、しかし、長いトイレやな、どこも。どこも空いてへんやんか。どうしたらええんやろな、ほんまにもう。うわ、あそこも待ってる人おるやんか。いや、でも見た目なんかすごいなんか気持ち悪いけど、それ言うたらあかんよな。あの人も絶対トイレ待ってるんやろな。とか、できれば、ショーの方でお願いしたいとかやけど、こう並んでるってことは、絶対この扉の奥の方使いたいんやろな。うわ、困ったな。どないしよっかな。俺かてな、もうずーっと15分待ってるんやけど、誰一人でも出てこへんからな。3つあるうちの1つくらい出てもええと思うんやけどな。本当にもう、どうしよう、もう、あ、漏れそうや、もう、くそ、もう、あれやったらもうこの場でしたろかな、もう、それかあそこの水洗便所のところで、あ、終わったっぽいな。よっしゃよっしゃ、もうすぐ待とうかな、でも、ちょっと待って、全然、扉開かへんやんか、もう、くそ、もう、待ってらへん、もう、いいわ、ここにしたるわ、あー、くそああ、おざます。鎌首です。前回のズルズルさん続き、やらざるを得なくなっちゃいました。なんぜかと言いますと、自分で決めたことですからね。あんな中途半端に終わらせられへんわ、と思いながら。いうことなんで、早速ズルズルさん、第2回目ですね。やらせていただきます。で、前回のつ、えーと、バッドエンドになっちゃったところからなんで、この画面です。はあ、ズルズルさんにたくさん会えば、ツルエンドになるって書いてたんで、ちょっと頑張ってみます。いろんなエンディングありそうなんで、ちょっとそれをいろいろ見せれるような形でやっていけばなと思います。じゃあ、とりあえずゲームスタートします。また？ もういいよ、これでいいよ。これでいい。オープニングはもうスキップします。ということで、この辺ですね。オープニングはもう、パート1見てください。長いんで。しらみつぶしやろ。アホの鎌首。俺やん。とりあえず、いろいろ探索していけばいいんかな。まだトイレ行かなあかんかな。臭いから嫌だって言っときながら、じゃあ待っとけよって言って。いや、一緒に行くみたいな。何なんだよ。でも学校のトイレって絶対夜のトイレは怖いでしょ。本当に。なんか、誰かいそうなみたいな感じ。じゃあ上の階下見てみます。またなんか前もこう同じことの繰り返しになりそうな気配やな。2回目でまた同じですかみたいな感じの苦情を受けられたらどうしようもないしな。もう1回行きます。あれ？もうトイレ行けってこと？もうめんどくさいな。 なんもないやろ。上に行くぞ。本当にもうそんなお化けなんかな、ズルズルさんなんか探さなくてもええっちゅうねん。本当に。はい、女子トイレいない。男子トイレいない。本当に長い教室やな。しかも教室の机も1、2、3、4、5、6、7、8。8人しかおれへん。少な。6の1と2、ちょっと1と2、2クラスしかないので、8人で16人。で、小学校だから10、6×16 の72人。少な？今そんなもんなんすか？その学校って。私がいたとこなんか300人とかいましたけどね。2クラスじゃなくて6組とかね。本当に。この人体模型と骨格標本もまたおかしいしやな。下行こう。よいしょ。これが工作室。美術室とも言えるね。図書室。ズルズルさんなんかおれへんでええやんか。だから早く帰ってクソして、寝ちまえ。
ほら、折れへんかったやろ。はい、帰ろ帰ろ。あ、違う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 。こっちこっち。で、これで見つからなかったからということで、元来たクラスのところに帰ろうと。そしたら、開かないと。さっきまで開いてたはずやのに。で、他の教室から出ることにしようと。とりあえず2の2は開かないので、2の1、開かないと。1の2、開かない。1の1も開かないと。全部閉められてるというね、1階は。で、誰かが閉めたんやろという話で。で、昇降口が出ようかって言って行こうとしたら、太鼓が、靴の紐がほどけたと。で、先に取って、と。おーいと。やれやれーと。出た瞬間、キャーという叫び声だね。太鼓、どうした？いないと。おーい。ということで、セーブをします。消えるか。太鼓を置いて帰る。太鼓が心配。とりあえず太鼓が心配だけども、どうしようかな。かとりあえずパート2のエンドの、バッドエンドでね、なんか友達を見捨てるのも、パート1のところで書いてたんで、とりあえずパート2の初っ端のエンドは、太鼓を置いて帰ってみましょう。怖いんだもんみたいな感じで。俺は太鼓を置いて一人で家に帰った。次の日、俺は学校に行った。太鼓はいなかった。次の日も、その次の日も、また、そのまた次の日も。太鼓はズルズルさんに食べられてしまったんだ。きっとそうに決まっている。俺はもう太鼓に一生会えないのか。もう太鼓の笑った顔は見られないのか。俺がもしあの時太鼓を探していれば、太鼓を助けていれば。ごめん太鼓。うわ、悲しい。うわ、バッドエンド。消えた友達。あー、ちょっと辛いですね。パスワード名字名1文字目が、あ、エンディングヒントですか。見ましょう。ズルズルさんにあまり見つからずに友達をすぐに見つけましょう。友達は音楽室 6-1、4-2 のどこかにいますと。こう。音楽室と 6-1 と 4-2。あ、これはちょっと覚えときます。セーブしてるんで、一回ちょっと、ここから行きます。太鼓探しに行きます。って言っても、わかるんですけどね、まずは。ズルズルさん見つけないといけないんで。はい。すっげえ嫌な感じが。保健室入るってなってセーブになっちゃうんで。じゃあ、とりあえず1の方。あー。戦うのか。戦うというか逃げるのか。こいつからまた。あ、よし、行こうと思います。あー、気持ち悪い。よし、逃げろ。逃げようぜ。あー、でーい。こっち。よいしょ。そして、こっち。どこ、もう一回。意外にあっさり。やりましたよ。やったねー。あっさりズルズルさんがいなくなった。うわっ！ずるい。ずるいよ今のは。ほんまにビビった。こっちやったな。うわー。はい、もう一回いきます。くそ、前回と引けを取らぬ、ちょっと突然現れるズルズルさんはちょっとずるいな。常に警戒しとかないといけないですね。情けない。自分が情けない。こんなに叫ぶとはよ。いやいや、でもね、これ舐めてたらあかん。これ結構怖いんですよ、本当に。よいしょ。あ、じゃあ、それ職員室いけない。うわ、あー、バカ。
これはね、普通にミスです。あっちゃ。もう一回。諦めません、勝つまでは。欲しがりません、勝つまでは。何に？よし。ほら、行け。熊首初のホラーゲームや。ホラー、初ではないわ。第2回目や。追いかけられゲーはな。ベヒモスで鍛えられとんねん、ライブライブ。三度目の正直や、行くぜ。あ、違う。ここで、こっち。で、一回こっち、こっち。よいしょ。で、一回こっちにいろ。よし、失敗だ。そして、こっち行って。よし、来た。あかんやろ、いやめっちゃビビった、ほんとに。あ、違う。今、上におったの。今の、バグですか。心臓が止まるかと思った。さてと。でも、ズルズルさん、たくさん解かないといけないと言ってたよな。で、音楽室と6の1と4の2だったっけ。ああ、やばい、ちょっと心臓がドキドキしてる。怖いわー。ブーって感じに出てくるのが嫌やから、あ、そうだ、セーブするの忘れてた。セーブは大事やで。セーブ大事ですよ、ほんとに。よし。嫌やなー、このなんか、シーンとした。ああ、怖い。うわあ、どああ、でもあっち、ああ、よかった。目の前にこう、バーッと出てくる感じじゃなくてよかった。いやあ、しまった。こっちどこも入られへんちゅね。こっち来い。よし、ホキンス、ホキンスで負け。おら来い。ほら、肉やろう。この辺肉やろう。よーし、逃げろ。よし。逃げれた。やっほねー、やったねー。あー、ほんとにもう、どこで現れるかわからんからな。ちょっと、怖いわ、マジで。怖いわ。バーとか出てこんといて。あー。どこでズルズルさんが出てくるかわからんからな。あー。あれ？あ、いた。え？でも声かけていいの？どうしよう。え？ちょっと待って。はい、見つけすぎたって。音楽室に、同じイベントかな？ちょっと声かけます。もう、同じパターンやー。もう、やろ。もっとちょっと待って、1、2、あ、そうか、少ないな。もうすいません、めっちゃやり直した気分やわ。はい、でここでズルズルさんが出てきて、もうべえはい、じゃあ、それでは続きです。あー、くそ、もうちょっとズルズルさんに会わなあかんってことでしょ？ちょっとね、頑張ってズルズルさんに会って、逃げて、逃げまくるっていう、嫌やわー。嫌やわー、言うてる時点で出てきたし、もう。あー、もう、ズルズルさん、こっちだよーだ、おりゃー。あ、しまった！これどうしよう？こう行けばいいか？ダメですよね。ちくしょー。あ、間違えた。もう、違うってば。一回行ってみましょう。よし、もう一回行きます。確かね、ここ通っていって、
ちょっともうちょっと離れたところで出てくれませんかね。もう心の準備ってものがあるんですよ。さっきほどは驚かなくなってましたけどやな。この肉の塊やろうめ。よいしょー。やめてや、もう怖い本当に。ああしまった、もうこれアウトだ。お、よかった、やっと。でももうどこがいけてどこがアウトなのかが分からなくなってきた。セーブします。なんか、喋らせろ。もうなんか、これ何回やればいいの、何回追いかけられたらいいの、バカー。再トライです。とりあえず音楽室と3階の6の A と4の2はあかんやろ。考え事をしてるときはちょっとビビるな。音楽室アウトでしょ、こう OK やね。ああ来た来た来た、よしよしよし、いいよこれ。バカ、もう難しくなってきた。これ私はエンディングを見せれるのでしょうか、皆さんに。あ、見せてるな、バッドエンドとして。どんだけ会えばいいのよ、ズルズルさんに。よもうもう知らないんだから。ネタをやろうとしてるときにさ、ずるいよもう。ほんまに。なんやこれ、死にゲーか。さあ、ああいう風にさ、目の前に出てくるのずるいわ。こっちもさ、心臓の準備ってものがあるんやしさ、もうちょっと離れたところで後ろからこう来ましたよみたいな感じの、ねえ、そう思いませんか皆さん。あ、無視します。バカ、俺のズルズルなってない時に、えひひー、ここの時に、あ、いなくなってる。でも意味ないかな、今のフラグ立っちゃったよね。それやったら何の意味ない追いかけっこだよ、鬼ごっこやで。あ、いや、いいです、見ちゃったんで。あって、もう何回やり直せばいいんだよ、もう。青か。とりあえず音符がついてる教室は入っちゃダメ、入っちゃダメよ。だからそれをやめろ言うてるやろ、目の前にバーッと出てくんの。もうビビりもしまう、もうなんかビビるというよりもなんか、うわ怖、いや、やっぱ怖いわ。なんかバード出てくるのやめてください、本当に。逃げられへんから。なんであの赤文字ゲームオーバーってなられたら、こっちもたまらん近いちょやで。ちょ、僕にもね、心の準備ってものがあるんですよ。だからね、
あーやばい、本当に怖くなってきた。もうさっきからずっと怖いんですけどね。足元とかむっちゃ冷えてる。そう、4の2はあかんねんな。4の2はあかん。4の2もあかんで、で、6の1もアウトなんですよね。オッケーオッケーオッケー。いいひー、今のは大丈夫やった。バカー、もう、あーもうなんか同じこと繰り返し繰り返してるなー。あ、ちょうどよかった。こういうふうにすぐ出てくれたらさ、こっちもさ、ちょっとなんか心の時心持ち余裕やしさ、ね、わかるでしょ。そのなんか、なんか私の言いたいことわかるよね、ツルツルさん。もう追いかけられてるけどやな。まあね、あなたもさ、ちょっと生活ってものも生きていく上で人間食べるっていうのもあるんでしょうけど、もうちょっとさ、それをするにあたってもさ、もうちょっとマシな選択もあるでしょ。こうやってね、目の前にバーッとやられるよりも、こうやって後ろからウヒヒヒみたいな感じで追いかける感じだったら、こっちもまだ体力勝負っていうものがあるわけでさ、脅かすっていうのはちょっと良くないと思うんですよね。はい。で、それも伝ってもさ、こういうやり方ってのもどうかと思うんですよ。うわー、もうまあ、ランプ21分ちょっともう一回いきます。これエンディングいけんのかな。本当に不安になってきた。あ、なんかこんなにもきついゲームやったんだよな。改めてそう感じますわ。もうズーズーさん、これで多分ね、どのぐらいやってんねやろな。もうそれをやめ言うてるやろ。